皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。今日はですね、よく耳にする栄養素の一つであるビタミンについてお話しさせていただくんですが、一口にビタミンといってもたくさんの種類があるわけなので、今回の動画はですね、そのビタミン一つ一つの働きというよりは、ビタミンって何なのか、そしてビタミンの中でも、種類がありますので、その種類の違いについてお話しさせていただきます。ビタミンには本当にたくさんの種類がありまして、それぞれ違った働きがあります。なのでビタミンという栄養素が一口でこういう働きがありますというのは言いづらいんですけれども、ビタミンというのはですね、体内で合成することができないものがほとんどです。一部例外もあります。かつ、体内で合成されたとしても、必要十分な量には足りないことが多いというのが特徴の栄養素です。でビタミンはタンパク質とか炭水化物のように体を動かすためのエネルギーを直接生み出すというような栄養素ではないんですけれども、三大栄養素、炭水化物、タンパク質、脂質、こういったエネルギーを作り出す栄養素の働きをスムーズにする、潤滑油のような働きをする成分になります。で必要量はですね、マイクログラムですとかミリグラムですとか、そういった単位のものなので、本当にトータルの栄養素で見ると微量ではあるんですけれども、それぞれに欠かせない役割があるのがビタミンの特徴です。もう一つ特徴がありまして、大きく分けて、ビタミンは2種類に分けることができます。水溶性ビタミンと、脂溶性ビタミンという2つに分けることができます。まずですね、水溶性ビタミンなんですけれども、文字通り水に溶けやすい性質を持ったビタミンのことを言います。食事摂取基準ではですね、この水溶性ビタミンというのは9種類取り上げられています。これは、ビタミン B1、 ビタミン B2、 ナイアシン、パントテン酸、ビタミン B6、 葉酸、ビタミン B12、 ビオチン、ビタミン C、 この9つが、水溶性ビタミンの仲間になります。これはですね、水に溶けやすくて、熱に弱いという性質があります。で水に溶けやすいので、体の中の水分にも溶け込みやすく、尿ですとか汗とかで排出されやすい栄養素です。そのため基本的には過剰にはなりにくいのも特徴の一つです。ではもう一つですね、脂溶性ビタミンなんですけれども、こちらも文字通りに油に溶けやすいビタミンの仲間になります。油に溶けやすい反面、水に溶けにくいので、油との相性がとってもいいという特徴があります。ですので脂溶性ビタミンを含む食材を使うときには、調理に油を使う、油炒めなんかで調理すると効率よく栄養素の吸収ができます。でこの脂溶性ビタミンにはですね、全部で4つあります。1つがビタミン D、 ビタミン A、 ビタミン K、 ビタミン E、 この4つが脂溶性ビタミンになります。で覚え方なんですけれども、私が勉強した際にはこの D、A、K、E を並べて、脂溶性ビタミンは4つだけという風な覚え方をしました。とても覚えやすいかなと思います。では今日はですね、ビタミンという大きな括りの栄養素についてざっくりとお話しさせていただきました。それぞれのビタミンの持つ働きに関しては、また別の動画でお話しさせていただきたいと思っています。では今日のポイントなんですけれども、まずビタミンというのは必要量がとっても少ないんですけれども、体にとって欠かせない栄養素である。でビタミンは三大栄養素の働きをスムーズにする潤滑油のような働きをする栄養素ですというところですね。そしてビタミンには水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンという2つに分けることができて、それぞれの特性を生かして効率よく栄養素を取り入れられる調理法を参考にしていただければと思います。
ではですね、今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をいただけると嬉しいです。またご質問ですとか、リクエストがあれば、コメント欄にコメントしていただければとても嬉しいです。ではまた、次の動画でお会いしましょう。さようなら。